海外の広告の配置に悪意しか感じなかったので、いくつか紹介していこうと思います。まずはこちら、地下鉄のトンネルの壁に設置された看板広告ですね。Come a little closer. もう少しこっちへおいで。いや、落ちちゃう。葬儀屋の広告ですか、これは。続いては野球場での広告ですね。座席のセクションを示したものですかね、この404というのは。その真横にある広告が Yahoo の。404というのはサイトにアクセスできない時に表示されるエラーコードですから、めちゃくちゃバカにされてますね。続いてはショッピングモールのエスカレーターに貼られた広告ですね。これはトルコ航空の広告なんですが、まるで飛行機が地面に向かって突っ込んでいくかのように貼られちゃってますね。これは多分本来1階の天井と2階の床の間に貼られる広告だと思うので、飛行機のサービスに対する嫌味なんですかね、この貼り方は。次はこちらですね。ビルについてる看板広告なんですけど、このビルは教会かなんかに使われてるんですかね。イエス・キリストの肖像画が掲げられてますね。そんなビルの看板につけられた広告が、キャットフードの広告で、猫がイエス・キリストと同じポーズをさせられてますね。まあ、確かに両方とも安らぎを与えてくれるかもしれませんが、ヘイトを買いかねない便乗商法ですね。続いてはこちら。上の方の広告は Childhood Obesity, Don't Take It Lightly 子供の肥満、軽く見ないでくださいというどっかのクリニックの広告ですね。素晴らしいメッセージなんですけど、下のマクドナルドの広告が台無しにしちゃってますね。子供の肥満は大問題だけど、やっぱマクドナルドは美味しいよねって気分になっちゃいますね。こちらも前のと同じパターンですね。 The fight against cancer isn't hopeless and I'm living proof。がんとの戦いは絶望的ではない。私がその証拠だ。とてもいいメッセージなんですけど、下がタバコの広告。じゃあ遠慮なく吸おうかということになりかねない配置になっちゃってますね。最後はこちら。Danger, jumping into the tunnel is forbidden. 危険、トンネルへの飛び込みは禁止。という禁止事項の看板が上にあるんですけど、そのすぐ下がナイキの広告。Just do it. やってみろ。ナイキのキャッチコピーがとんでもない煽り文句になっちゃってますね。ナイキに言われたからという言い訳は通用しないと思うので、注意事項はちゃんと守りましょう。ということで今回は以上です。海外のネットミームに突っ込んでいくコンテンツを多く上げているので、よかったら他の動画も見ていってください。それではまた。